はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、レイのあれを用意いたしました。ドンとペヤングのペタマックス2つご用意いたしました。ただこのペタマックスの動画、僕もね見飽きました。もう早食いとか何してもね飽きたと思うんですよ。なので今回はちょっとアレンジして食べようかと思っております。今回アレンジする方法が、大分県の方にある日田焼きそばというご当地焼きそばがございまして、そちらのアレンジをしていこうと思うんですが、このね日田焼きそば、麺をカリッカリに焼いて食べるご当地焼きそばなんですけど、今回はそちらの日田焼きそばのアレンジをしながら食べていこうと思います。それでは一旦ね、ペヤングの方にお湯を入れて麺を作ってまいります。ということで、お待たせいたしました。と今ねペタマックスお湯2つ入れてきて麺作ってきたんですけれども、量が半端じゃないんだよねやばい。今回作る日田焼きそばがカリカリ系で、現地の方でもね水分が出ちゃってベチャッとなるので、キャベツを入れないらしいんですよ。なので今回は火薬を入れておりません。その代わりお肉とかね、もやし、ニラ等は用意してあるので、これからね調理していきたいと思います。まず鉄板の方にこちらのラードをギャッと、ちょっとたっぷりめにラードを敷かせていただきます。よいしょ。ここにねこちらの豚肉を投入していきます。よっ、やった。そしたらここに麺を入る。これよっ、うわー、よっ、うわー、全然溢れたわこれ何よりさ、2個無理じゃね。これちょっと作戦変更で、ペタマックスはね1個だけ日田焼きそばにします。もう1個は普通に食べましょう。とりあえずこちらは焼き目がつくまでこのままで。そしたらこの1個、ペタマックスは普通に食べましょう。普通に、まずはソースと。やっぱりこれめちゃめちゃ多いな。全然混ざらんよこれで。最後にこのふりかけと特製スパイスを。はい、ということで完成いたしました。こちらがペタマックスでございます。まあ火薬入ってないけどねやっぱりペヤングさん、うまそうな匂いするね。それではいただきます。うん、あ、懐かしい味すんな。うん、僕が生きたらとかは何回か食べてますけど、それ変わり種じゃなくて、このノーマルね、何年かぶりかに食べたかもしれない。やっぱ久々に食べるとうまいっすね。一旦ビールを取ってきます。ビール取ってまいりました。早速ね、いや、それでは皆さん乾杯と。かー、うめえ。でも大食いの皆さん、このペタマックス出てね、みんな早食いやってましたけど、よく早食いできるな。むせそうなんかね、ちょっとお腹いっぱいかもしれない。満足感がね、めちゃめちゃすごいわ。そしたらそろそろこっちの焼きそばの方も焼き加減いい感じっぽいんですよね。ひっくり返さなきゃいけないんだけど、無理だよね。うん、部分部分やろ。いや、ちょっと、お、焦げ目うまそう。うわ、うまそう。ひっくり返すとこんな感じですね。麺にね、この焦げ目がついてて、めちゃめちゃうまそうな具合に仕上がってる。これでね、半面がまた焦げ目がつくまで待ちたいと思います。その間にこっちのペヤングと、これちょっとね、もう定番の味変、マヨネーズ入れていきましょう。マヨネーズと、うん、うまっ。はい、ということで今一つ目完食でございます。こちらの焼きそばも今ちょうどいい感じなんで、続きをね作っていきましょう。一旦これ、よいしょ、麺どかして、こちらにこのニラもやしを入れていきます。さっさーっとこれを麺にあえてと。で、今回野菜もお肉も入れてるので、追加でソースも入れていきます。混ぜにくいので、ここでマジックスパイスも入れちゃいましょう。
はい、ということで、ただいまこんな感じで日田焼きそば完成いたしました。ということで、改めてね、いただきますと。箸入れてる感じはもうガリガリの部分とかもあるね。それではちょっと一口ね。これうま。ペヤングさんってさ、もちろん焼きそばではあるんだけど、ペヤングって味しません？これやるともう本格的な焼きそばだね。こんな感じでカリカリになってる部分の食感がうまい。なかなか焼きそばでは味わったことない食感になってますね。はかっ。さっきのがなくなってしまったので、追加で2本目開けていきましょう。こっちの方がね、合うわ。こっちの焼きそばの方がビールうまい。北ペヤング食べる？いや。したらちょっと一旦これ鉄板寄せてと、ここにこのチーズを入れていこうかと。はい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 。そしたら今チーズがね、いい感じで溶けてきましたんで、よっと、うえうまそう、やば。チーズのっけのひた焼きそばいかがでしょうか。これ絶対うまいでしょう。これ見えるかな、このチーズのせ焼きそば、めちゃめちゃうまそう。これ最高にうまいわ、このチーズのせ。チーズの重さやばいわ、めちゃめちゃ重い。そしたらこれ最後取っちゃおうかな。よいしょ。こちらでね、最後になります。よー、ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまペヤングベタマックス2つ完食いたしました。ちょっとアクシデントで1個はデフォでね、食べるような形になってしまったんですけど、やっぱ久々に食うデフォルトのペヤング美味しいね。なんか懐かしい味がする。で、もう1個の方、このひた焼きそばにアレンジしたペヤングの方もね、麺のパリッパリッとした食感も僕はね、味わったことない新体験でございました。この食感がめちゃめちゃうまい。焼きそばであればどんな焼きそばでもできると思いますんで、皆さん気になった方はこのひた焼きそばのアレンジ試してみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。